ペコさんやってるよ。1万歩歩いたら帰っといで。じゃあ、いや、いいよそういうの。今日やらないやつは二度とやらない。朝から配信なんてしないよ、絶対ね。やるよ。絶対しない。するよ。絶対しない。できない。やる。だってこれからは寝てるところから起きて配信つけるんだよ。今起きてる状態で行かないやつが行くわ、やるわけないやんね。やるよね。やらないよね。やります。口だけだよ。俺ね、寝てないんですよ。オールしてるんです今。だから寝ないといけないんですよね、僕これから。やらない。そう、やらないよ絶対ね。俺なんでこんなオールしてんだろう。ん？なんでオールしてんだろう俺。今日？うん。何オールって？寝てないじゃん。一晩これでこ超えただけじゃない？うん。なんで寝る時間だからね。うん、大魔王さんも見るわけないんでしょ。ルイズさんやってないから。かわいそうに。ね、朝この時間になったらルイージがね、今頃ね、歌舞伎で朝ごはんやってたからね、ルイージリスナーさんが湧いてきちゃうのかな今。うん、ね、暇つぶしになったでしょ朝ね、あの時間ね。行っといで早く。うん、どんどんさ、あの明るくなっちゃうよ外。うん、外出たら気持ちいいよね今。いや、いいよ今日は。明日いるよ、明日から。やるわけないよ、何やってんの。うん、いや、いいよ今日は。行けよ早く。いや、いいって。行けよ早く。もうペガコさん見たいんだよ。やるから。やらないよ。神戸だと朝ごはん。やらない絶対。やるよ。やらない、起きない。うん、朝6時からやるよ、うん、毎朝。やらない、起きてない。やるから。今起きてるのが奇跡だから。俺ね、そのまま行ってほしい。あのね、違う、外配信より家で雑談したいんだよね。うん、歩きながら雑談ってめちゃくちゃ難しいよ。うん、基本だからね、家で雑談ってのは。あ、じゃあ、ね、ネタがないやつは外行きゃいいんだよ。じゃあもうほんとあれだね、機長さんに早く迎えに来てもらおうか。うん、な、外配信するやつはほんとに向いてないと思うよ。毎日外配信するやつは基本だからね、家雑ってのは。これで8時間やんないと、まず家雑で。うん、朝ごはん抜きで。外配信するやつほんとネタ切れのやつでしょ。一人で部屋にこもってね、配信するのがセオリーだから、やっぱり。うん、毎日外配信してさ、何すんの。ネタないで、こんな外行ったって。え、しーちゃんが行くって言ったんだよ。うん、何言ってんの。ひっくりで待って、配信なんかしてるやついないんだよ神戸に。まず、まあ歌舞伎とかだったらいいじゃん、外国人でも。ふわっちでも神戸アウェーなのよ。みんな見てくるわけよ、サラリーマンたちがさ。そんななんかさ、どんつけらすこい言える、バス停に並んでるサラリーマン横目に。なんだこいつって思われるで。そう、上品な街だから。そんな配信なんかしてるやついないから。じゃあなんで引っ越してくるんだよな、意味わかんないよね。大阪だったらまだしもね、神戸ってマジで配信者いねえから。浮いちゃうで。うん、
動いてる蜜。画像しかなかったね、写真しか。ツイッターとか前載っけてたね。動画バージョン初めてなんじゃない。いるのかね、みっちゃん見たことない。こうやって協力してくれるからいいよね、みつはね。出たくない人いるからね。出たくないよ。本当に本当に NG な人いるんじゃない、養父の奥さんとかさ。いや、ガチでうるさいじゃん、だって。うん、まだ出てくれるからまだ。わざとトイレ行くじゃん。そんなんさ。助かるよね、やっぱみつはね。こうやって出てくれるから。一言さ、なんか、みっちゃんトイレ行ってくるね、みたいな言っていくじゃん。配信に映ってとは言わないところがずるいよね、うん、申し訳なくなるじゃん、リスナーさんいるのに。そう、性格分かってやってるよね。ずるい。じゃあ今日目の調子が悪いのよ。目やにがすごいのよ。だから多分花粉か PM2.5 がすごい飛んでんだよ今神戸に。だこれ悪化するかもしれない、マジで。目やにがすっげーな。だから汚い手で触りなよ、うん、それうんち手拭いた手でしょ。してない。だからだよ、今日はやめよ、マジで。目が調子悪いから目やにでくっついちゃう、目が。あ、今来た人、ちょっとアイテムボックス見てね。今来た人ね、うん、アイテムボックスすごいことになってるから。触るなって言っても触るんだよ。えぐいね。みんなはさ、配信いろんなとこ見に行くじゃん。あの配信者のアイテムボックスって見る？見る人どれぐらいいるの？気になる？どんぐらい上がってんだろうとか見る？見ない、あんまり見ない。たまに見る。あ、見るの結構。どうやって見るの？プレゼントのボックスのこのなんマークあるでしょ、プレゼントの、うん、気にしない。結構 見ない人多いのかな。あと3分。そう、プレゼントのマーク、それを押したら見れる。花火えぐいでしょ、やばいね。これさ、爆投げ一人が全部投げたので、やばくない？大爆投げし来て、どれがいいのせいちゃんつって、せいちゃんにじゃあ帰ってきたからあげるつって、一人でブワーって投げて帰ってった。うん、大爆投げし、やばいっしょ。もうどっか行っちゃった。初めてのこと。みんな信じてる。どんつくらすか、どんつくらすか、お前がアラブ石油でずっと言ってたよ、最初の1時間半。止まんなかった、アイテムが。やばいでしょ。うん。大富豪よ。半端じゃない。これで34万です。全部で、うん、何回も言ったよ。嘘に決まってんだろ、平気で嘘つくんだから。これ、ね、地投げしました、全部地投げです。うん、ロケットも全部地投げです。カッコつけたいなと思って、やっぱり嘘に決まってんだろそれも嘘で、うん、いつものやつで、いつものやつ。いつものね。いや、何言っても信じてくれないじゃん、だって田中さんだっつって。還元のやつあれだ、信じてくれないんだもん。あれでアイテムの代わりにこうやって何個あげるねって、
悪どい商売やってたんで。あ、そうそうそう、還元でね、そう、嘘つきでこのパンダ。まだ意味ないやつって意味あるだろ。全然意味ある。みんなプラスになってニコニコしてんだぞ。ファンタスティック投げながら嬉しいですって涙流しながら投げてくれたんだぞ。ファンタスティックを何十人って人が、そういつも、ね、幸せです、誠司さんにファンタスティック投げれて幸せです、みんな涙流しながらファンタスティック投げたんだよ。誠司さんの配信が見れて幸せです。みんな喜んでたよ、ファンタスティック投げながら。マイナスじゃないよ、全然プラスだよ、みんな。ね、宗教なんだから、パンダ教だから。おはようございます。あ、おはようございます、初亀さん。応援される配信をしてたからこの花火の塊があるんじゃないか。違うか。そうでしょ。そう、それでファンタジーが飛ぶ、すごいでしょ。これが Z 界だ。これが Z 界なんだよ。他の配信者は真似できない。これが Z なんだ。すごいでしょ、うん、4号機の力はすごいでしょ。だから4号機世代ね。あ、入信してくれる。何、パンダとかあんの。パンダってアイテム何これ。パンダのアイテムあんの、うん、何それ。どこで売ってんの。売ってるのパンダ。俺のためのアイテムじゃんこれ。前の。去年のイベント、それ5000円とかで売ってくれたらめちゃくちゃ飛ぶのにね、パンダ教。昔のやつだった。しまくパンダにしようかな。そこのさ、あの焼きそば配っておいでよ。いいよ、誰も。いつまでもあるよ、そこに。あのね、神戸は絶対誰も来ねえから。大阪だったらワンちゃん来るかもしれない。じゃあ大阪まで行って。神戸のリスナーさんってどれぐらいいるの？神戸の人いる？いるよね。神戸リスナーいる？神戸リスナーさん、番号でかいって。ブリッジさん。番号でかい人怪しいな、今来た人で。なんかとりあえずみんなが上げてるから上げてみようみたいな。神戸じゃなくても来れるよね。え、焼きそば配っといてよ、せいちゃん。それだって神戸リスナーいるのこれ。嘘。いや番号でけえよ、みんな630何番台だよ。焼きそば、いやいいいい、ずっとあるんだよこれ。まずいとか言ってケースで何買ってるのに邪魔だよ。生蜜会いたい？合わせてやるよ、じゃあ625さん。西宮遠い、神戸じゃない。あの、ね、遠くないよ、西宮はね、ほぼ大阪だからね。違うよ、何言ってんの、うん、神戸じゃないよ。近いよね、うん、やめて、西宮の人。近いよね。神戸じゃないから。焼きそば、せいちゃんに持たす猫箱をこうやって抱っこして。それね、あの大阪だからね、うん、ほぼ西宮と尼崎は、うん、明石はもう神戸、まあしゃあなし入れてるか。西宮は大阪じゃないや、何言ってんの、うん、ね。いや近くない。西宮もお金持ちいっぱいいるね、うん、天崎は遠いですね、ちょっと田舎だからね。芦屋は神戸だね、がっつり。
意味がわかんない、なんで、うん、ねえ西宮いいよね、スペシャルスタードン作らすかい、そりゃあー、たまちゃんいらっしゃい、我らが Z 界のたまちゃん、パチコミいねえな、おい一人しかいねえのかよ、おいスペシャルスター上がったんだぞ今、うるさい、なんでパチコミ一人ってお前、206号さんが、ね、桜、何をしてるのマジで、パチコミ一人しかいないの、なめてんの、機長さんと206号さんしかいないじゃない、うん、何をしてんだよ、ちゃんとやることやってよ、やればできるじゃん、忘れてんじゃない、鈍ってるんだと、久しぶりすぎて何をしてんのマジで、いい加減してくれる、お前だよ座れよ、せいじみっちゃん久しぶり、ドンつけらすかい、待ってたよ、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、パチコメ大事で、これ忘れないで、パチコメね、マジで大事だからね、これやれ、そう、じゃあ俺もね体力の限界、眠くて、うん、あ、初コメさんパチコメナイス、ありがとう、ま、ようこそ、そうだ、まず座り上がれ、腰が痛いのよデブだから、そろそろ、ま、マジでお腹空いてきたわ、朝ごはん買いに行っといてよ、じゃあ、いやいい、朝マック買ってきてよ、いや朝マックじゃあちょウーバー頼む、無理、ちょっと買ってきてくれない、やばいやばい、せいちゃん座りやがれ、家バレしたらどうするの、えバレてもいいの、知らんの、そんな外配信とかして、だから言ってるだ、俺の家が借りるまで外配信はしないって、いやよくわかんない、誰が家の周りうろちょろしろって言ったんだよ、だそういうのはできないから、俺は家借りるまで、なんで神戸散歩することができないんで、だからこれつけたままいけないって言ってんの、どうせ終わるやんこれ一回、うん、それからさてやるかってならんってことよ、こんなんへりくつでしかないよね、ラジオ行かないよ、途中やったらわかるで、でも終わるやんこれだって、30分後やって終わりでいいんだって、うるせえ、どこ見てんだよ、遠近言わなくていいかな、4時間もやればお腹いっぱいなんだって、もう8時間も見たくないだろ、ガチらしいからあんまり言いません、ごめんなさい、大きい顔で訴えられたので、あとが面倒くさそうなのであんまり言わないで、そうだよ、もうサラリーマン1ヶ月もういいよ、うるさい、34万かね、だからなんでいいだろう、今月は金額の問題じゃなくない、金額も半分以上ある、お金だけやん、じゃあもうせいちゃん、え、じゃあさ34万円分楽しませましたかって言ったら違うよね、違うよね、楽しんでるよ、割り合わないよねこれは、ちょっと楽しめてるよ、ほら34万だよ、割り合わないよね、合うよ、合うわけないだろ、何言ってんだよ、あと8時間、もう満足してるよ、あと8時間ペンギン枠でもいいぐらいで満足してるよ、めちゃくちゃ満足してるもんな、足りない、いや足りてるよ、割り合ってないよ、ね、足りてるよ、そんなここにいるさんほとんどが野獣前で、あ、どん作るやつかい、なんか2人のこの感じ見れて嬉しいんだけど、あ、兄ちゃんありがとうございます、そりゃかわいそうに、みんな一生懸命パチコメして
でほとんどが野次馬だから、ここで他の枠でね、返上とかあったらブワーって行って、こんな200人ぐらいしかいなくなるんだから、やんなくていいんだよ。炎上大好きなの、野次馬だ。新しいもん好きなんだよこの人ね。最低だな、このクソゲームマジで。ね、新しいもん好きやから、フワッチは炎上大好きやから。そんなことないやね、スイちゃん。待ってました、事件です、暴露とかなったら言ってくれるのにね。みんな行っちゃうんだ、そっち知ってんだから。ね、素直に喜べばいいのに。うん、デブな、デブ。歯が痛くなったじゃん、歯が。待ってたのひどいだろ。持たしてないけど立ててないね。持たした、ごめんなさい。せいちゃんすごいんだよ。あっちの方は立たせてもらってます。デブとか言ってしまった。あっちの人は。すごいねって。まあ飯食いたいですよね。とりあえず腹減っちゃったし。うん、腹減ったね。だからテンションが下がってる、ね、今血糖値が下がってるけど。なんか。腹減っちゃったよ。ミリちゃんどん作らすかい。あの大丈夫、あのせいちゃんが配信してなくて蝶々外したいんだけどっていう人いなかった、大丈夫。蝶々マークの外したいけど他の配信者のとこずっと行っちゃってて、そろそろ蝶々外したいんだけど、さすがにちょっと外せないんだけどっていう人いる、気まずいんだけど、今外したら気まずいんだけどっていう人いない、大丈夫。蝶々外したいんだけど、他行きたいのにさ蝶々ついちゃってるから行けないんだけどっていう人いる、大丈夫。いない。うん、あの普通に外してもらって結構だからね。うん、行きたかったら行っちゃっていいからね。蝶々マークね、ついてたら他の枠で行ったらさ政治リスナー来んなよって言われちゃうから、取りたい人いたらあの取っちゃっていいからね。うん、だからつける人ってのは相当の覚悟がないとダメだよって言ってるでしょ。うん、大丈夫？そこが心配してたんだ、ちょっと。なんかずっと配信してないのに、ずっと蝶々背負ってる人たちがちょっとかわいそうだなと思って。大丈夫？つけてない？いや、つけてる人いるからさ、結構何人か。申し訳ないなと思って、それやったら。大丈夫？だからいろんなとこ行く人はね、あの押しマークはつけない方がいいんだよ。うん、ね、あと赤出しで書く人は特にね、あのタヌキの人は別にいいんだけど、アカウント出して書く人は他行きづらくなるでしょ。うん、それはやっぱりふわちで長生きするコツね。僕は、私はいろんな枠でコメントしたい、いろんなコメントしていろんな配信見たいという人は、あの押しマークをつけないことね。ただタヌキとかで、はい、コメントすることだね、やっぱり。うん、タワクはまあ聞くだけとかね、うん、そういうのでいいけど、アカウント出してコメントする人は特に気をつけてね、ま、俺のこと守るつもりで、ほらね、その配信者さんが僕の悪口言って言い返す時とかブロックとかされるからね。そう、あと押しマークいっぱいつけてる人ね、
あれがちょっと理解できないんだよ。うん、いっぱいつけてる人でしょ、押しマーク。うわーって。うん。あれがちょっと理解できない。もう、つけなくてよくないってなるよね、結局。誰を応援してんのかわかんない、もはやもう。うん。いるでしょ、なんなのあれ。いっぱいつけてるでしょ、名前より押しマの方が長い人いるでしょ。うん、なんなんだあれ。もうつけんでいいよね。もう自由でいいじゃん、フリーランスでいいじゃない、もうそこは。なんだなぐちゃぐちゃつけてるんだろうね。目立ちたいのかね、いろんな人のリスナーですみたいな、みんなから好かれたい。なんだなあれ。うん、アイテムもらってもさ、あれなんか僕の推しじゃないのもらっていいのみたいになるよね。三つ押しはあの蜂蜜のマークになってますね。なんかなんか自然とみんな勝手につけてる人いる。蜂蜜のマークね。うん、そう蜂蜜で、機長さんは飛行機でしょ。うん、蜜のマークね。もっと かわいいのがいい。いや、三つ以外可愛いやん、ないよ。三ついいやんね。三つのマーク良くない？可愛いのがある。ちょ、お茶ちょうだい。喉乾いてきた。あ、蜂にする？どう？三つ鉢。蜂のマークはやだ。まあ、選びやほら、ダイヤとかいっぱいあるよ。選びやって何？あ、クマちゃんに白ハートだって。ん？クマちゃんに白ハート。宝石とかほらいろんなのあるよ。クマちゃんがだってどれ選んでも。いや、クマちゃんはパルちゃんの元カノのイメージだな。知ってる？クマちゃん。知ってる？なんかそのイメージじゃない？クマは。ミツバチ。カバがいいな。カバはあかんやろ。あ、ダイヤな。しきちゃんのイメージある。あるね。なんかその人のイメージ強いわ。ミツって動物に例えたら何に似てんだろう。サルだろ。サル。ヘビ、リス、サルじゃないだろう。カバ譲ってよ。カバじゃないじゃん。うん、あ、ウッキーがつけてダメだ、サルは。そうなんだ。うん、トカゲっぽい。桜？あ、蜜、バラがいいな。ある？バラ。バラあるけど、アツシだ。バラは。あ、このバラじゃない、嫌だ。アツシ、それ。横浜の。推しマークなんていらないよ。いらないな。いらない。うん。配信する。リスナーさんだからね。うん。いらなくない。うんちかわいいね。うんちはいらねえだかわいい。うんちはいらんよ。目ついてるよ。速報本当なのそれ。ちょっと確認して。マリオのアカウントが出てこないの。ちょっと確認してくれる。なんかやったっけ、マリオくん。確認してください。出ない？
いる、どっち配信歴ある？嘘？いるの？じゃあ嘘だ。出るって何も言ってないもんね、だって赤番とか絶対嘘やん。なんで嘘つくのこうやって。どんな嘘ついたの朝から。お前毎日がエイプルフルだろ。お前せいちゃんもじゃん。やばいなお前。お前の人何枚あるんだよお前。言ってみろお前バカ野郎。やべえなふわっち。イベント最終日放棄したね。放棄、うん、なんかあったんじゃない。忙しかったんじゃない。そんなの やってたらツイッターでなんかつぶやいてるでしょ。なんかこどんな理由でちょっと最終日配信できなくてすいませんでしたって、なんかお詫びしてるでしょ。してない？ツイッターで。うん、最終日応援 したかったのにできなかった人もいるだろうけど、あしてないの？ツイッターで何もしてない。それじゃ社長に怒られるんじゃない。やっぱりイベント放棄してツイートもしてないってことはお前舐めてんのかって。パルちゃんが一番怒るやつだね。うん、よっぽどの理由があったんでしょ。配信もしてないんでしょ。 それから最終日迎えて次の日とか何のお詫びもないでしょ。うん、調子乗んなよ。人のこと追い込んでよいかかれ。何の話ですか。何の話。人を追い込んで誰を追い込んだの。何言ってんのこの人は。はぁじゃねえ。何を言ってんの。そう、ヒノピーとか勘違いしてる。パルちゃんだけが理由知ってる。休んでる配信を。なんだろうね、配信をマリオくんとゼロワンが休んでる。なんだろうね、休む理由。2人同時にだよ。うん、でも片方が配信すると喋るなよってその話になっちゃうからしないってことか。うん、沢尻のことで進展があった。なんだろうね、交流されてる。あ、LINE 俺も送ったんだよね。既読になってるか見るか。既読になってないわ。昨日の夜 10時半ぐらいに送ったんだけど既読になってない。なんでだ。韓国、韓国行ってたら配信するでしょ。韓国行きましたね。え、ね、ネタじゃん。うん、ツイートもするでしょ。韓国行ってきますわ。パスポートまだ取ってない？なんかよっぽどの理由があるんでしょ。いいよ、ほっといてあげたら。いや、心配だからね。みんな心配してるんでしょ。そうや、せいちゃんが今そっとしといてあげたらいい。心配で言ってるんでしょ、みんなさんは。心配性なんでしょ。
ャリジャリ言ってる、うん、見せて。これあんま好きじゃないね。ジャリパン、うん、砂が入ってんじゃない、ジャリジャリしてる。ジャリパンって書いてた。あんま好きじゃない、このジャリジャリしてる。じゃあやめな、うん。でもこれしかないんでしょ、食べるのが。何が食べるの、見て後ろ。あ、ナイスが2位だから。緊張のとこ切れた。うん、これセブンイレブンさん、これジャリジャリしない方がいいですよ。これ開発した人、これジャリ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 して、ジャリジャリしてないやつもあるよね。なミルクのやつ、うん、これ本当に試食したのかね、作った人。これ感じ悪いですよ、口の中でジャリ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 して。砂食ってみて、売れないですよこんなの。好きな人も売れない、うん、これはもう気持ち悪いね。カステラのさ、あの何ザラメ、うん、砂食ってみてこれね。普通に生クリーム入れればいいんですよこんなの。人気なのこれ。これ売れないですよこれ。誰が買うのこれ。もう二度と買わないよこれ。うるせえデブ。好きじゃないよこれ、日本人は。こういうジャリジャリするやつは。好きな人いるやん。いないよ。大丈夫だよパンさん、うん、せいちゃんに嫌われたってどうもならないから。誰が買うのこれ。俺絶対買わないこれね。30分文句しか言ってないね。あ、センスないね、バカ舌だ。こんなの買って喜んでるやつは、うん、養分だね。何でも買うんじゃないこれ。天下のセブンイレブンがね、新商品出したら何でも買っちゃうでしょね。ふわっちでちょっとイケメンな配信者がいたらすぐ行ってさね、ガチ恋ババアがよ、投げてんだろお前、何百万何千万も。なんかよっさんさんみたいな喋り方やね。どうしたん、生き方おるでしょ。生き方に7千万も投げてね、お金がないって騒いでる人いるよ今。 DM 来たよ。何かよ、7千万だぜ、お金貸してくださいって来たよ。お金がありませんって。7千万だぞお前、マジで分かるやろ、そんななる前に。うん、もう死にたいですって。うん、無理して投げちゃったんだよ。今なって後悔してますって。俺にどうせっちゅうの。うん、とある配信者さんにバック投げして、うん、ね、俺はそいつをブロックしてるけどさ、俺は、うん、ムカつくから俺。生き方はね、あの小吉しか投げちゃダメだよ。うん、小吉が一番イケメンだから。小吉以外の生き方はあのマジで投げなくていい。うん、うん、まあざまだ今あのイベント弱くなってる、めちゃくちゃ。その人がいなくなったから、うん、結局無理して投げてたんだよ。うん、ざまとしか言えがねえね。ざますぎるよ、調子に乗りやがってよ。うん、まあ名前は伏せますけど、うん、飽き町じゃないです。うん、イベントで負けたことある。
その人いなかったら弱いのよ。調子乗りやがってよ。その時その人ついてたから、それ LINE のやり取りとかもしてるわけよ、ね、イベントアイテム2000個くださいって投げてくださいって、そのスクショも来たよ。バカだよ、イケ勝手のやつらはそこでやってんだよ、うん、だからああやって自信満々なわけよ、イベント勝てるって、うん、何の音これ何の音これ、ちょ止めて、何これ、目覚ましでうるせえ、いちいち警報だと思った、うん、色恋してるわけよだからそれもその人はさガチ恋じゃないってわけよ、完全にガチ恋だから。7000万も投げるってことはガチ恋以外何者でもないからね、うん、それを隠すわけよ、ガチ恋じゃありませんでしたって。うん、なんで隠すかね、ガチ恋なのにね、ガチ恋だと思わない、ガチ恋でしょ、7000万だぜ、何が面白くて投げてるなと思ったけど、うん、家も買えるぜ、普通にタワマン買えるんじゃない、うん、で投げ終わった後にお金がなくなった時に気づくわけよ、どうしようって、うん、で俺に50万貸してくださいって、うん、で死にたいですって言ってるのよ、もう誠司さんは見捨てるわけですね、私のこと、じゃあ私はもう死ぬしかないんですねって言ってくるわけよ。何をすればいいの、俺は投げたやつにもらえばいいんだよ、50万ぐらいくれるでしょ、また投げてあげるから50万貸してって言ったら、それをなぜできない、救えないですね、だって死ぬ死ぬ言うから、うん、で俺その人好きじゃない人、投げてた人が、うん、ねえ死ぬ死ぬ言ってくるわけよ、1000万ぐらい返してもらえるように俺が言ってあげようかって言ったら、それもやめてくださいってわけよ、その人には死んでも言えませんって、いろいろアイテム投げたけど、ありがとうの思いを込めてプレゼントとかももらってたしって言うわけよ、うん、そう、じゃあ投げんねって感じでしょ、わけわかんないな、だからもう投げてた時はこうなっちゃってるから、うん、あ太郎じゃない、だから生き方のやつらは裏で LINE のやり取りしてるわ、何個投げてとか、うん、俺言ってるよ昔から、それは人数少なくてイベント強いとこは裏で何かやってる、うん、リスナーさんとやり取りしてる、 LINE で何かしらやってる、距離が近いと思う、リスナーさんと配信者の距離が、うん、やってるわ、だからこういうことになるんだよ、でイベント弱くなるでしょ、いきなり切れたから、金の切れ目は縁の切れ目なんだよ、うん、もう距離近い人いると思うよ、めちゃくちゃで、ちゃんと電話もしてる、 LINE のスクショ来た、うん、うん、この枠いくら貸す、言ってるだろさっきから32万、うん、これが Z 回4時間で32万、うん、うん、で次枠200円とかなんだよ、でやってられるでしょ、やってらんねえのよ、だから次枠やっても1万飛ばないと思う、1万も、うん、やってらんないからできないわけよ、これがあるから、うん、いや奈々ちゃん始まっても変わんないと思うよ多分、うん、奈々ちゃんは奈々ちゃんで
いるだろうから200人ぐらい行くんじゃない、やっぱ。うん、なんかね、 Z 界の人ってね、投げるときは投げてくれないけど、投げてくれないときはシーンとする、うん、あれペンギン枠だったっけなって思うぐらいね、シーンとするのよ。そう、通訳来た人多分バカにしてくると思う。あれお前久々に配信やったのにアイテムこんなもんなん、うん、言われるね。やっぱりその都度アイテムが飛んでないとお前終わったな、オワコンだなって言ってくんのよ、今来たやつらとかね。この後にやるじゃん俺が、うん、みっちゃんもうちょっと幸せそうな顔して、今来た人今すごい暗い顔してる、この人ってなってるから、めちゃくちゃ眠たくなってきた。暗い顔しないで、なんか幸せそうじゃないよ、なんかすごい苦痛な顔してるよ俺と一緒にいるのに。やめてその顔、今来た人はびっくりするからボケっとしないで、一点を見つめないで、映るんだとちゃんとニコニコしてくんないと、あこの二人うまくいってないのかなってなるよ、うん、ニコニコして、うん、幸せでしょ毎日ね、毎日俺と一緒にいるだけで幸せでしょ。大好きでしょ、あのものがね。眠いの？奈々ちゃんって何時からだっけ？7時からだっけ？まだあれだな、始まないな。奈々ちゃんも大変だね今日な、小前くんち行ってさ、迎え行って、恋煩いなんじゃない、好きな人がいて音信不通なんでしょ、で配信休んでたんでしょ、いろいろあるよねやっぱり、配信に載せられない部分とかね、いろいろあるよね、ガチ恋なんでしょ、だからネタにしたくないんでしょ、それぐらい好きなんでしょ。朝は食べてないです、会ったことない人を好きになっちゃったんだ、ややこしいね、よく分かんなかった、だから見てても、なんかはっきりしねえじゃんあの男、なんか結局奈々ちゃんに LINE は見せたらけど、もうリスナーさんポカーンじゃねえ、あれよく分からないね、うん、Z 界はそうだよ、うん、だから Z 界なんだよ、あ、ネット恋愛なんだ、続かないだろうね多分、うん、そういうとこははっきりしないとかダメだよやっぱり、ネタにするんだったらするでね、え奈々ちゃんも来てくれてたのにさ、ねえちゃんと喋んないと、あんなしてたら、小前くん瞑想してるでしょ今、うん、自分でも分かってないんじゃない、何をしたらいいのか。みっちゃんね、ところどころね、俺のね体の一部を噛んでくるんですよ最近それが嫌、噛んでくる俺のリアクションを楽しんでる、なんか違うよ違う、噛みたくなるんだよ、
リアクションなんてどうでもいいよ。めっちゃ噛んでくる。噛み癖あるかも。うん、俺の足の裏とか噛んでくるんだね、指とか。前はむちゃくちゃ臭いっつってたのに。 S なんだよね、めっちゃ噛むよ。愛情表現。耳たぶ噛まれたよ俺、めちゃくちゃ。ちっちゃ、うん。面白いよ、せいちゃんね。耳思いっきり噛んだんだよ。で、あの、何見てたんだろう。カメラかなんかで自分の耳が映ったんだよね。でも角度で見えなかっただけなのに、噛みちぎったのって聞かれたんだよ。映ってなかったんですよ、自撮りしたんだよ。耳が欠けてたんだよ。で、噛んだ後だったから、もう本当にあの噛みちぎられたと思った、耳を。真顔で聞いてきたんだよ。耳ちゃんとあるよって言われて、あるんかって、そういう形なんだ、じゃあ俺 耳がもともとって。ドラえもんじゃんね。うん、マジで言ってよ、この人マジで噛んでくるからね。